野田義彦、追悼演説、練習、はじめ、ます。心臓の政治家の特徴を表す、金癖、金癖の話をします。下関市長選で敵方を追い払うために、暴力団を使いました。暴力団とは、500万円と約束したのに、300万円しか、支払わず、自宅に、火炎瓶を投擲、投敵。 されましたこの事件、金で型をつける面と金をけちる面、心臓の本領がよく出ています。19年には広島で自民党の部下であった横溝さんを追い払うために大金をばらまきました。1億5000万円という巨額であるために町の語り草になりました。自民党総裁の決定のはずですが、 陳蔵は逮捕されませんでした。立候補した河合という悪人の夫婦が逮捕され、牢屋にいます。陳蔵は22年7月に統一協会の被害者、悲惨な目にあった2世によって復讐に遭い、殺されました。統一協会は詐欺恐喝集団ですが、統一協会が自由に詐欺できるように逮捕はしないと恩恵を与えていました。 統一協会は、お喜びして、こうどりした、と言われています。統一協会の、信者は、自民党総裁選の投票で、安倍晋三に、投票するなどの、保証をしたのです。沈蔵、金に、一貫した、人生、と言えるでしょう。